らもう倒れてたんだもん。わかんないけど、そうだ、こいつこんなの持ってたよ。これって京一郎が探してた資料だよね。サガーラ、どこに行くのかな？油断も隙もないな、サガーラ。さすがはマイライバルだ。マイライバルがこそこそとミーのカンパニーを嗅ぎ回っていると聞いて、結婚前のオープニングセレナーデってやつさ。琴子さんが結婚するのはこの京一郎なんだから。何を言ってるんだ。ミーと琴子城は間違いなく婚約したのだよ。だって琴子さんが好きなのは京一郎なんだもん。京一郎が幸せにしてあげないで誰がしてあげるっていうのよ。ということは、ユウはミーの婚約者を略奪しようというのか。マイプランをユウごときに潰されるわけにはいかない。来るんだ我が下っ端たち。どうした、スタッパ、なぜ来ない。全員眠ってるよ。遅れてごめんね。今全部片付けてきたから。Wow.
これで引かせてもらおう。グッバイ、サガーラ。証拠のオンパレードです。過ぎるほどですよ。明日はこれで勝負ですね。明日はニセコトコさんが婚約と合併の調印式を行うらしいので、その会場に乗り込んでもらいます。本当の言い名付けが行かないで誰が行くんですか。京一郎さん、ごめんなさい。あなたまで危険な目に遭わせてしまって。京一郎さん、
お呼び出ししまして申し訳ありません。京一郎さん、舞子さんのこと本当に信用してるんですね。舞子さん、本当に京一郎さんのことが好きですよ。京一郎さんも気がついてるんでしょ。あなたはどうなんですか？それを聞かせてください。聞かないと私安心して鴨家に戻れません。やっぱりいないよ。京一郎、これこれ。Thank you.
いいよ。だって恭一郎と琴子さんって言い名付けでしょ。お家の人たちだってそれを望んでるし、本人同士も好き合ってるし。